昔々、ある小さな村にチギという名前の小さな灰色の猫が住んでいました。チギは冒険好きで、いつも村の周りを探検していました。ある日、チギは森の奥深くで不思議な光を見つけました。その光を追っていくと、チギは美しい魔法の庭にたどり着きました。そこには色とりどりの花や喋る動物たちが住んでいました。庭の中心にはルミエルという賢い老猫がいて、チギを優しく迎えてくれました。ようこそチギ、この庭には魔法の力が満ちているのだよ。君が探検を続ければ、もっと素晴らしいことが待っているだろう。チギは庭の中を歩き回り、様々な動物たちと友達になりました。鳥のピピは美しい歌を歌い、リスのポコは素早く木々を駆け巡り、ウサギの耳はとても速く走ることができました。しかし、庭には一つだけルールがありました。それは、庭の奥の大きな門を決して開けてはいけないというものでした。チギはその理由をルミエルに尋ねましたが、時が来ればわかるとだけ言われた。ある日、庭に大きな嵐がやってきました。風が強く吹き、木々が揺れ、動物たちは隠れる場所を探しました。そんな中、チビは門の向こう側に光が漏れているのを見つけました。好奇心に駆られたチビは、ついに門を開けてしまいました。すると、そこには美しい虹がかかっていて、その先には新しい世界が広がっていました。その世界は庭の魔法をさらに強くする力を持っていた。チビが門を開けたことで、庭の動物たちはより自由に、自分たちの力を発揮できるようだ。ルミエルは微笑み、チビ、君のおかげで庭はもっと素晴らしい場所になったよと言いました。チビは誇らしげに尻尾を振り、仲間たちと一緒に新しい冒険を始めました。こうして、チビとその仲間たちはいつまでも楽しく暮らしましたとさ。